お疲れ様です。帰ってきました。買い物総額9000円ぐらいでしたね。9000ちょっと超えました。すぐですね、1万円ですよね。だから今日も結局スーパーに買い物来ただけなんですけども、もう1万6000円も使う羽目になってしまいました。昨日ね、家族で遊園地行ったんですけども、1万円も使わなかったですからね。一体どっちが高いんだろうかみたいなそんな状況になっておりますけど、どっち曲がるのかな。右だな。はい、右行こう。はい、まあ何しても買い物済んだんでこれで帰りましょう。今日はね、安いもの確かにあったんですけども、安いものはちょっと多めに買いましたね。で、段ボール1個と水のペットボトル1箱です。ミネラルウォーターとかね買ってるんですけども、水質的には水道水の方がいいらしいですね。というのがね、水道水の安全基準って150ぐらいの安全テストをクリアしないと水道水として、まあなんていうんですかね、許可が出ないらしいんですよ。でもミネラルウォーターって検査項目が50ぐらいしかないらしいんですよね。だからミネラルウォーターの方が商品化するのは簡単らしいですね。でそうは言っても水道水って今更もうね、水質が悪いからって止めようがないじゃないですか。どうなってるんでしょうね。常に浄水場の方で検査してそれから流してるってことなのかな。あれ、珍しいことが起きてる。消防車が中古車屋さんの、映りますよ、もうちょっとした、入ってますよ中古車屋さんに。ほら、消防車見えるでしょ。今中古車屋さんに消防車が入ってる。なんでや前向いて運転しましょうか。現在ね、茨城のすぐそばを通り抜けてるんですけども、この茨って町もね、なかなか趣深いところですよ。で、歴史とか文化を調べていくと、これまたね、情緒あふれる町なんですわ、これが。うん、今やっぱりお住まいになってる方も、まあ、ほとんどはこう引っ越してらっしゃった方が増えてますので、もうね、なかなかそこまで分かんないと思いますし、地元に長いことお住まいの方もそこまでね、我が町の歴史とか掘り下げる人っていないと思うんで、みんながみんなね詳しいわけではないと思いますけども、例えば地名でこう検索して調べるんですよ。そうするとね、かのありがたい人がここをこのように地名をつけましたとかね、神様がこう湧き出た泉に対してカーッとやると何か起きたとかね、奇跡の事件とか、それから悲しい歴史とかがね、その土地を表す地名になっていて、土地に歴史ありだなというふうなところでございます。ただいま午前1時ね。今日一日も終わりですよ、これで。私的にとってみたらね、これからちょっと帰ってお料理できる分はお料理してね、夕食をこうスタンバイするという感じになりますけども、で私は一足先に夕食を済ませてね、なんやかんやしようかと思いますけど、まあなんと言いますかね、毎日何なんでしょうね、私の暮らしはね。本当何なんでしょうね。で今日とかは特に誰かに商品を手渡したり、誰かからお金をいただいたりしてないんですよ。何なんでしょうね。何か作業してるわけでもないし、勤務してるわけでもないし、まあそこの動画を撮影して YouTube 上にアップロードしているっていうことはありますけども、何ら社会に益は与えていないと思うんですよ。ただし情報ってのはね、ものすごく柔軟な尺度を持っていて、私の動画によって何がしかのこう安心感を得たりとかね、なんかこう上げ足を取って突っ込むコメントが書ける喜びがあったりとかね、あるんですよね。で私の動画を見て不快になる人も、私に対して怒りを向けることで不快が快感に変わると思いますし、私の動画を見てね、結構いらっしゃるのが50代でね、同じ年代で40代後半とか50代でリストラになっちゃって、家族もいるんだけどもどうしようかっていう風になってる時に、友達のようにね久保さんの動画を見ると
普段通り語りかけてくる姿にちょっと安心するんだと、ね、久保さんの動画がなかったらもしかしたらね首くくってるかもしれないと、少なくとも蒸発してるかもしれない、だけども変わらぬ久保さんのね何年も何年も同じようなペースでゆったりと喋ったり、時には厳しく叱咤激励したりする姿を見てね、それでも生きていかなくちゃって思うらしいんですよ。そう、それでも生きていかなくちゃ、あのほっといてもね向こうから死はやってきてくれるんですよ。あの死っていうのはものすごくむごいんですけども、でもね片方では親切なんですよ。人生をね終わらせてくれるんですよ。で死ぬと人間は完成しますから、死ぬまで人間はみんな不完全で未完成なんですよね。死んだ時にもうこれ以上更新がないですよっていう風な状態になって、本で言うと最後のページをパタンと閉じてね、続編は出ませんという形になるんですよ。きっちりするわけですよ。でもね今日なんかあれじゃないですか、ああ生きててよかったなって思うことなんかあるじゃない、そのために人間で生きてんじゃないのか、うん、ってトラさんの言葉ですけどね、人間は何のために生きてるんでしょうね。きっと人間が生きてることに一人一人にはうん、本当に小さな意味しかないと思うんですよ。でも人間の営みが1000年2000年1万年2万年あったっていうことに対してはものすごくこの宇宙的な大きなる意義があるんじゃないですかね。それが私たち短い人生では理解しえないんですよね。どうしても個人的に得か損かとかね、個人的に良かったか悪かったかってことも無視できないじゃないですか。まあでもね、無心になって個は全体であり全体は個であるっていう極致まで達すると、自分の善悪自分の良し悪しは抜きにしてもっと広いね、社会とか世界とか地球とか宇宙単位で見たら、まあこれも一つの流れかな、大宇宙が示した意思の表現でしかないのかなみたいな、そんな悟りの境地があるんじゃないですか。私はそこまで悟ってないですけど、ただね、あのそこそこの欲望が生じたらそれを叶えていくだけの日々でね。皆さんもね、私と同じような年代でお住まいの方、お過ごしの方ね、例えば家族、奥さんとか彼女がいらっしゃって、なんかちょっとね、ムクムクっとする瞬間ないですか。お、なんかいいなみたいなね、それがちょっと小さな喜びじゃないですか、まずそう思えることが。でその後の段階に行くかどうかっていうのはまたね、相手のあることなんで、あのタイミングを見なくちゃいけなかったりとかね、いいムードを作んなきゃいけないとかね、誕生日にプレゼントあげたりとか、たまにはギャグで笑わせたりとか、いろいろとね小技を使うわけなんですけども、まあでもそうやってね、あの合意を取ると委ねてくれる、そんな人もいるのかなみたいなところですよね。いや、あのね、私の住んでる田舎町でも立ちんぼって出てきてるんですよ。ちょっとゾッとしますけどね、立ちんぼでなんかその某 SNS とかでここにいてなんですよみたいなこと書いてるんですよね。ちょっと怖いような気がしますね。なんていうのかな、身近にあったのはあったんですけど、今までも SNS 越しに自分の土地が出てきて、そこに自分の住んでいる地域のどなたかの娘さんが自らを晒してね、私が今日買い物した1万6000円ですよ、トータルで。そのぐらいのお金を欲しがってるって考えたら非常に切ないですよ。かといってね、じゃあ俺が金やるからそんなことやめろよって言っても、あげれるお金は1日だけですから、結局お金がなくなったらまたね、くれそうな人のところにくれた対価をね求められようと、求められまいと応じるだけなんじゃないかなと思ってね。本当にあの大久保公園から始まった立ちんぼっていうムーブメントですけども、岸田総理のね増税メガネのおかげで自国の民がね体を売ってますよ。岸田総理情けないですね。岸田総理の統治の間にこれほどまでに貶められた日本人が増えていったっていうのは情けない。
アメリカ行ってニタニタ笑ってる場合じゃないよ。火事は常に足元で起きておりますよ。あとゼロゼロ融資ね、ひどいじゃない。返済してるよ、みんなで面積してくれよ。あれまあでもね、支援金というかもらったお金も結構ありますからね、まあ、それは良かったかなというところでございます。何百万かもらったでしょ。まあでもそれによって経済活性化してね、私も車も1台増えたし、コロナ禍でこれですよ、まさに。いや、 やっぱね、サマルセルショーっていいっすね。あの、車って一人で乗るときって一人でもう本当に自己満足に浸るためだけですから、だから誰かに見せてすごいだろうっていうことはないんですよ。自分で乗っててああよかったって思うだけなんでね、そういう乗り方ですから、ご容赦ください。いやでもね、1万6000も買っちゃったよね。いいでしょう、いいでしょうね、いいでしょう。スーパーで1万6000円さ、だから先週は2万円とかだったでしょ、月火水で。で、私も明日またスーパー行かないとも限らないんで、行きゃやっぱり2000、3000円でカウントが出ますからね。まあさすがにもうね、今週は行くことないんじゃないかなと思いますけどね、ないと思うよ。逆にキュウリが大袋が安かったんで買ったんですけども、1週間経っても全然使い切れない。もう今日浅漬けの素買ったんで漬物にしますわ。で、一番長持ちするんでねえ、ほんともともとね、あの飲食得意だったんですけども、今商売はしてませんけども、あの食卓をね、台所をこう運営する上で、私のね飲食店勤務、それから生鮮食料を使ってきたキャリアがもうフル稼働してますね。すごく、いつもねシンクピカピカで、まあ、本当にいいなと。あ、ちなみにね、うちの台所のシンクってちょっと低いんですよ。というのが、家を設計された方、そのご依頼主、家主さんが結構なお年を召されてから65歳ぐらいで建てた家でね、で90歳に出て行ったんですよ。でもう一軒最後の次の家を新築で建てて、そこでお住まいになるっていうね、ドカネ持ちなんですけども、やっぱ身長の関係でシンクがちょっと低めになってるんで、うちの子がねもうね手洗えるんですよね。で逆におばあちゃん家に行くと、そこは普通のシンクですからちょっと高いんですよ。だから椅子の上に乗っからないと手が洗えない。それがなんかね昨日発見しました。なかなか面白い発見ですけどね。ああもうここの桜も落ちちゃってるわ。ここでねトランザムと一緒に桜の写真撮ったんですけどね、なんかその写真の映えるスポットってあるんですよ、ね、皆さんの土地にもあると思いますけども。でこの時期は桜とともに、今しかない桜とともに撮影するみたいなね。私がツイッター見ててね、これいいな、楽しそうだなと思うのが、等身大のラブドールちゃんっているんですよ。1分の1の、あのフィギュアみたいなやつ、ラブドールちゃんね。あれをなんかね思い思いの着せ替えで、で桜と一緒に撮影するみたいな、でカメラマン気分を味わえるんですけども、みんな上手なんですよこれが、あの昨日ね、あの魅力の里で、あのコスプレさんがいっぱい集まってねイベントやってましたけども、カメラ小僧さんも出てくるんですよ。そこにはみんな上手だし、機材も一流なんですよね。だから誰でも地下カメラマンになれる、プロの疑似体験ができる、楽しいんじゃないですかね。だってコスプレした皆さんでも、あのアニメの主人公とか登場人物になった気分で時間を過ごしてね、自分の人生充実させてるわけですよ。で大体1回コスプレしちゃうと、そんな何度も何度も作れるもんじゃないんで、相当思いを込めて自分はこれで行くんだと思ったら、それで毎回毎回会場に行くじゃないですか。そしたらお互いに、あの人はこのコスプレ
このコスプレしてるこのコスプレしてる人はこの人みたいな感じで、あの固定化されていくんじゃないですかね。でその中でなんかね、例えばセーラームーンだったらそれぞれの5人の選手のねコスプレしてる人が集まったらなんか撮影会も盛り上がるみたいな感じがあったりとか、あとね、例えば次のウサギちゃんってリーダーがいるでしょ、あれが2人とかで被ったらちょっと妙な雰囲気になるみたいなねはい5人集まってくださいって言ったら、あれでもセーラームーンだけ2人いるよみたいになってね、ちょっとこっち休んでてってできないんで2人のセーラームーンがいるみたいな、そんなセーラー戦士が出来上がってるとかね。最近はセーラームーンとかないんですよね。昨日もなかったです。鬼滅の刃とかがいたんじゃないかなって気はしますけどね。カードキャプチャーさくらっていうのがあるでしょ、あれ確かすごい長いアニメじゃないです。で最初の放映 NHK だったような気がするんですよ。もう勘違いですかね。私がまだねサラリーマンやってる時に田舎の駄菓子屋さんでカードキャプチャーさくらのチョコレートかなんか駄菓子を買ったんですよ。で可愛らしいイラストが出てたんで、これなんだろうと思ったらそれだったっていうかね、思い出したんですけども、あれって最近もやってるんですかね。まあやってないかもしれないけど。あと窓マギっていうのもコスプレさんいましたね昨日ね。窓マギっていうのは私よくわかんないんですけども、なんか登場人物の金髪の女の子が途中で死んじゃうんですよね。どうせ復活するのかなと思ったらせずにそのまま死んで終わりみたいな、終わりっていうかストーリーが終わりじゃなくてその子はもうそこで登場終わりみたいなことになってるみたいなんですけど、なんか可愛らしいね女の子が出てくる魔法アニメで、そこまで直接的に死亡する登場人物が出てくるってのは何なんだろうと思っちゃいましたけどね。何なんでしょうね。いや若くいたいね。私も今年ね52になるんですけども、友達の小野里さん54なんですよ。でなんか生誕祭とかやるらしいんですけども、54もうねカウントダウン還暦まで思い出すな。小野里さんがあと2年で50歳だよみたいな動画上げてたりとか、50歳まであと3日とかね2日とか1日みたいなのやったりとかね。であっという間に50過ぎてもう54、ね、見た目は若いですよやっぱり。で声も若いしね、全部若く見えるんですけども、生まれてから何年っていう年齢っていうのはもうこれは若く見える年齢っていうのはないですからね。54っていうの54って書いたらもう54歳なんで、54って書いて若く見える54歳ですねみたいな字はないですからね。あとはねなんか楽しく過ごしていきたいですよね。ちゃんと稼ぎたいしね、やっぱね稼いでもらいたいし。生活保護から1億円っていうテーマをで打ち出したシリーズなんですけども、品田さんね、品田さん稼いでますか。品田さんをネタにして動画作るとアクセスが取れるんですけども、品田さんの利益になっていかないといけないんですよね。だから品田さんがその伸びたアクセスの中に主人公として自分がいるのか、ゲストとして招かれたからそこでなんかね対談なり体験なりしてアクセスは自分のものじゃないと思うのか、すごく大事なことなんでね。だから例えばこの前小野里さんと対談してますけども、対談をした後に小野里さんとの対談の裏話みたいなやつでシリーズ 1,2,3,4 っていう風に15分刻みぐらいで作ると小野里さんのアクセスを持ってくれるわけなんですよ。でそれが稼ぐっていうことね。小野田さんみたいに信頼があってね、露出をすごくしててで長年やってるわけじゃないですか、ノウハウもあるとね。インターネット業界ね、ビジネス業界の中で小野田さんですよって言ったら多くの方が あの人ねっていう、その小野田さんがね品田さんとコラボして再生数もバッチリ出してくれてるわけなんです。あとは品田さんが自分の方にそのアクセスを持ってくるように工夫してますか、行動してますかってことなんですけども、他の人と最短をやるのはねあんまりねセンスが良くないですよ。順番ですよ、相対的にセンスが良くないってことね。品田さんのセンスが悪いとか対談をすること自体が悪いってわけじゃなくて、そうじゃないんだと、
小野田総さんと対談をしたってことで、もし対談をするんだったらね、ギニューさんとかと、ギニューさんが聞き役に徹して篠田さんが答えるみたいな感じで、小野田さんの対談ってどうだったんですかとかね、小野田さんに教わってどんなことで稼いだんですかとかね、で小野田さんについてどう思いますかとかね、質問を受けて篠田さんが小野田さんと対談で感じたことをどん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 ね、裏話として喋っていくと、今までの小野田とはじめファンが来るんですよ。その中に売り上げがあるんですよ。それをやっていかないとね。だから行動一つ一つを全部つなげていかないと、単体で存在している行動ってのはね、そういう風に紡いでいかないと、本当なんかあれですよね、格好経費はされてしまいますよ。はい、まあだんだん帰ってきましたね、まあこんな感じで結構な長旅になりましたでしょ、1時間半なり2時間ぐらいかかるんですよ、大黒天物産に行く買い物の旅は。まあ半分はレジャーで行きましたんでね、それでいいんですけども、それからちゃんと仕入れもできたんで、大和くんが気に入るようなお菓子もあるんでね、それを大和くんが帰ってきてからね、あげることができるなと。だからもうほんとすぐですよ、今もう大和くん帰ってくる1時間ぐらい前ですから、これからバタバタとね、物を片付けて料理をして洗濯物を取り込んで、ちょっとだけ私自身のね、仕事の一部を整えると、もう大和くん帰ってくるんで、帰ってきたら一緒におばちゃん家行って 2,3 時間ちょっとね遊ぶなりなんなりして、その後、もうお風呂入って寝るというね。本当毎日すぐですよ、時間っていうのは。だから私は今考えてるのはゴールデンウィークの仕掛けですよね。ゴールデンウィークに FX オリガルヒなり速稼塾を売らないといけんなと、あとは新しい商品もちょっと作っていきたいなと思いますね。暗号通貨系のね、新しい商品、これなんだろう、軽自動車来てんじゃん、早川さんか、じゃあ帰りましたんで荷物下ろしますね、ありがとうございました、お疲れ様です。今日行きに25分、帰りに25分ぐらいの動画で、往復だけでね 2,30 分、かける2かかるでしょ、まあドライブがってなんですよ。今度はねナイトライダーで出かけたいですけど、あれなんかソファーとか出てんじゃん、これいいのかな、よいしょ、じゃあありがとうございました。よろしくメカドック。